ど、これ厳かな感じでね、あんまり大きな声出せないです、着付けの方をですね、体験していきたいと思います。勉強させていただきます、はい、そしてですね、着付けをレクチャーしてくださる先生をお呼びします。ひろみ先生でございます、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。着付けというのは難しいものなんでしょうか？男の場合だとさほど難しくはないと思います。そうですか。女性の場合いろいろ大変ですけどね、帯なんかはね。男性が着物ってそんなにやっぱり着ることがなくて、うん、僕らちょっと今日ワクワクしてるんですけど、ね、せいぜい浴衣ぐらいしか多分ね。あ、そうですね、浴衣は持ってるんですけど、着物はなかなか、ね、どう仕事で仕事ではその時代劇とかそういうのではあるんで、いや僕も仕事ではあるんですけども、うん、プライベートでなかなか着ることがないので、ましてや自分で着るっていうのはね、はい、そうなんですよね、うん、なのでね、本日は一から教えていただいて、はい、自分でも先生がいなくても自分の着れるようになれるように、はい、いい大人ですか、はいはい、頑張ってやっていきましょう、はい、よろしくお願いします。紐を通して、はい、で締めてこれやると緩まないんで、そう、やっぱ白とかブルーが似合うんだよね。そうなんだよね、うん、はい、ありがとうございます。さあここからですね、自分たちでやっていきたいと思います。これ僕らね、あらかじめね、選ばせていただいて、はい、似合ってるね。あ、そう、うん、いいね。なんかね、ちょっと自分ではあんまり選ばないような色。そうだね、ちょっとブルーとかそういう感じで、そうそうそう、先生これはこれと同じ感じでこっち。そうです、合わせ方は一緒。これ2個くるっと回す。2回通す。下まで通す。はい。で、こういく。はい。2回通して1回締め、締めて、で、こうして。交差させて、で、上から、はい、上から下。待って。ね、長さが全然違うんだ。2回通してもう1回くぐらすの、うん、じゃなくてね、これを1回くぐったでしょ、はい、もう1回くぐってで、ぐっと締めて、はい、こっちでロックして、で、そう、ね、はい、はいはい、で、もうこれだけで決まるな、うん、まず片方持って、はい、半分に折る、はい、わかんない僕思い出した、はい、じゃあやってみて、思い出した僕で、後ろに回して、はい、後ろから前へ持ってこれどっちがこう、そうそう、いや、全然覚えてないこれで、逆だな、あ、いいの思い出した、そうで、少し脇よりちょっとね、そう、あんまり出しすぎちゃうと後の手が長くなっちゃうから、そう、これでこれが上に、これが上か、そう、上に来て、それでこれで最後下すもんね、そう、ね、そう、まだそう、あ、思い出してきたぞ、なんか1回目、それで1回グッと締めて、この出方がなんかミソなんですね。それでもう、2回巻いたら、はい、あとこれ長い分を後ろに出るんです。後ろ、これがだから自分でやるには慣れてないとです、ね、最後が結びづらいですね。これ自分で結ぶのはちょっと慣れないと思って難しいと思う。綺麗。これで袴をつけるんで、はい、もうなんかこれだけでいい、全然ね、いいね、かっこいいです。はい、どうも大喜利、大喜利、で、ぐるり回って後ろも見せる、ぐるり本当はもっと肉を詰めていい、袴に行きます、はい、よろしくお願いします。袴履くときは、はい、馬乗りの袴なんで、はい、別にスカートじゃないんでね、一旦着物をこうやって、後ろ、はあ、うん、足よりっていうか、こうやって、時代劇でよく見る、そちらもやっておきましょう。ね、はい、よし。どっちみち着物が長くてもこれだと大丈夫そうですね。全然違う。
違うので後ろは外し、あの手離しても大丈夫です。最初に前から。で、この帯は、そう、帯が少し見えるぐらい。うん、してみそうですね。で、一回後ろで交差させて、この帯の上で交差させて、それで前持ってきて、それをまた後ろへ持ってくる。頭がずれてます、うん、それでグッと一回締めて、はい、そっち側正面向いて映るようにしましょう。それで、これで締めて、はい、ここで一回交差させて、はい、でねじれていく。これで交差させて、これもグッと締めてください。でこれはもっと下、薄いこの下、この下、こう、この辺、うん、やったな。それで後ろで縛ります。それは帯の、うん、あの帯のところで完全にあの蝶結びでいいんで結べましたね、はい、それで後ろのこれを持ってもらって、でこの白いのがあるでしょ、これを後ろに刺すんです。このさっきやったところの帯の上で、前を付け結ぶのは先に一回、すごい汚い感じになってきてごめんね。で、汚いってこれを交差させて、で一回このプロスしてるところに交差、うん、通して、そう、当てるんですよ、うん、でこれで十文字の結び方と、まあ普通あのなんだろう、もっと簡単な結び方と二通りあるんだけど、十文字のかっこいい結び方、十文字の場合はね、でもう一回通しておいて、上から下に、はい、下から上、うん、でこれで片方の方をこれで十の字の大きさの、ああ、覚えてる。あったほら。覚えてる。そうだね。綺麗じゃないですか、ね。上から上から上にしたい。毎日やるからできるんだろうな。もうまあ、もうちょっと大きい。はい。一回じゃこれは覚えられないな。うん、俺も習ったのなんとなく覚えてたけど、うん、やっぱり毎日来てないから、そうだね、できないね。だから僕あの浴衣っていうかさ、うん、それまでだから、うん、これをつけたことがなかったから。袴でよしんですよ。袴、はい、うん。この結び方とか全然わかんない。はい。というふうに一応出来上がりました。まあちょっと着付けやってるところは。あのぐちゃぐちゃな感じでしたけどね、はい、最後、まあ、でもね、綺麗に、あのなんだろう、もう自分で着付けるって言っておいて着付けてもらった感じだよ ね、うん、思い出しながらやるんだけどなかなかできない、後ろ見えないとか、ね、慣れないとね、あの手の使い方もやっぱり後ろで結んでとかっていうのはやっぱりこれは慣れが必要なんで、簡単にはできないかもしれない、うん、あのどんどん着るチャンスを作っていただいて、こういう着物はちょっと一着ね、そうそう買ってみて、でも自分で毎日やるしかないよね。そうね、次は浴衣の、ね、季節もいいですね。あるからね、いいですね、お願いします、はい、よろしくお願いします。ということで先生本日はありがとうございました、はい、いえいえいえ、また何かありましたらよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、ありがとうございます。チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう、はい、バイ。